さっさと書き直し、居住だぞ。そうか、あさってには全日本新人王戦か。面白い試合になると思うんだが、プロデビュー後2002KO 勝ち、第1回戦の相手は左右の強烈なフックを得意とする黒人ボクサー。どんどん速くなって、どちらが勝利してもおかしくない紙一重の戦い。これだ、このフックを。逃げちゃダメなんだ。最後勝負を決めたのは、やった。決して派手な特徴のあるタイプではないが、よく幕の内を研究し、相当疲れてるようじゃな。諦めませんよ、最後まで。4ラウンド終了間際、逆転の KO 勝ちを収めた。そして東日本新人王戦の準決勝、素早い動き、完成されたテクニック。何、カウンターをしたいだと。なんじゃと。あるんです、必ず来るパンチが。何、カウンターだと。戦いに挑んだのは、幕の内との約束を果たそうとする宮田。負けてもパパに慰めてもらうか。焦るなよ、決着は明日つく。あんなに離れて。早いし伸びもあるもんで戸惑ってやがる。ヒットマンスタイルになりやがった。波上がって。ハイレベルな戦いだったが、ほんのわずかな差で宮田が試合をリード。偶然が濃い。ボロボロになりながら必死に戦う宮田。宮田の敗北だが、真柴は卑怯な手を使うだけのボクサーではない。そのハングリーさが真柴の強さを生んでいる。そして東日本新人温泉決勝、それとも幕の内のダイナマイトが炸裂するのか。ラウンド1。これまで通りにはいかんぞ。どうする、ガードを上げるか。破壊力か、確かにいいもん持ってる。ボディガラキ。圧倒的なリーチの差に苦しむ幕の内、ついに得意のインファイトに持ち込んだ。これはマシバの左腕が。ここだ。負けられねえんだ。最後の勝負を決めたのは、まだだ、こんなんでマシバさんが倒れるもんか。この程度で。やばい、今顔面にもらったらいくらなんでも耐えられねえ。負けるわけに、負けるわけに、この野郎。叩け叩け、効いてるぞ。負ける。開けていく。負けたくねえ。マジか、力尽きた。
文字通りキャンバスに沈みました。こうして幕の内一歩は東日本新人王を制し、戦えずに終わった宮田も次を目指して動き出している。生半可な覚悟では不可能だ。果たして戦えるのか、試合に間に合うのか。一ボクシングファンとして楽しみにしてるぜ。あんまり調子でんようやから今日はこれぐらいにしとこうやないかなあ。せやけどあれで仙道とほんまにやろう。試合はあさってっすよ。リズムがガタガタじゃ話にならん。右が打てねって分かってさらに意識するようにな。当日までの拳の治り具合を見て判断すると言ったはず。あ、いや打てるとは言い切れないですけど。なんじゃ。あんたらしくねえっつったんだよ。高村、何か策でもあるのか。あれは俺がデビューして4戦目、試合の5日前、自分のスーパーダイナマイトパンチで手首をしこたま痛めちゃ、いや右を使った、右で倒した。どうすればいいんだ。それで悩んだ。ゴングと同時に相手に向かって走っていけ。そんな無茶な。そりゃ仙道さんを一発で倒せるなんて思っちゃいませんけど、仙道さんと一瞬でも思いっきり打ち合える可能性があるのな。拳を冷やしたが右が打てんと分かったらその時点で危険じゃ。なんとか痛みが引いてくれる。仙道さんが勝つで。楽しみやな。おー、ロッキーや。なんだって、君たちあのトランクスを履いてないのかい。でもやるしかない。会長が呼んでくださったんだ。お前普通になったのか。とりあえずあの胸は。それならな。腫れは引いてるけど痛みはかなり残ってるようで。初めから聞かされてたことですから覚悟はできて。その痛みまではフォローできないわ。うわ、俺ダメなんだよああいうの。一歩くん。はい。そんな当てになるかい。あいつは本番に強いタイプや。こんなに体の調子えんは初めてや。ゴングと同時に行くで。しょっぱなからねじ伏せたる。そろそろじゃな。小僧。さすがボクサー、ちゃんと男の子の顔になってるじゃない。いいか、わざわざ大阪まで来たんだ。気合入ってますね。これで地元の声援かっけしてやる。おうおう、かつてこれほど注目された新人王戦があったでしょ。こっちパンチが裏切れるな。剣道の方が上や。気になるか。さすがですね。お、いい面構えになったじゃん。一歩らしいぜ剣道たけし。麻酔が効いていて確かに痛みはありません。セコンドアウト。まもなくゴングが打ち鳴らされます。ゴング&ダッシュの高村作戦じゃなかったのか。会場じゃねえ、目の前のたった一人の男に。強いぞあの男。小僧もそれを感じたんじゃろう。ロープキュア、プレッシャーがすごい。それにあの重いジャンプ、手を出すんだ。戦闘人気出るはずですよね。かっこいい。バカ野郎、なんとかしろよ一方。こんなんじゃ俺ら応援もできねえ。右なしで戦闘さんに立ち向かえるわけがない。バカ、真正面に立つな。危なすぎる。行きか、撃ってみせ小僧。これは実は。バカ者、逆にもらっとんじゃない。幕の内動きが止まった。畳みかけます。先導の連打だ。よし、こっち来た。うわ、はあ、幕の内。よーガードする。だがこの目からお構いなし。どうしたんやロッキー、調子悪いんか。破壊力はほぼ互角じゃ。痛みがぶり返さうちに来てるんじゃ。向かいを取るだけでビリビリしてくる。ワイのパンチを食ろたやつはみんなこうなっとったんやな。
まだ頭がクラクラするわ。冷静？そんなことない。ゾッとするような表情しとった。ゆっくり出てくる鮮度、ダメージは抜けているか。くっついた時が勝負。さーて、どないしようが。やっぱ、いや、そっちゃうか。